たまちゃんが清楚になれますようにっていうお願い事を見つけて引きちぎったんですけども、私は最初から清楚じゃないですか。何を持ってこのお願い事を短冊にかけたんですか。戦う？これに関してはもう叶ってるんじゃないですか。ねえ、誰？これかけたやつ、これかけたやつ見たやついる？たまちゃんは清楚だよね。じゃ、これは私が、この願いに関しては私がもらって燃やしとくんで、はい。これに関しては引きちぎったまま戻しません。はい。帰った人は後で私の元に名乗り出てください。よろしくお願いします。じゃあ、続いてのお願い事がこちらですね。目隠しした女の子にいたずらしたい。これは見なかったことにしておくので、帰った人そーっと持って帰っといてください。目隠しした女の子にいたずらしたい願いは心の奥底に秘めといてください。捕まっちゃうのでね。たまちゃんもさすがになんかリスナーさんのことは通報したくないので、心の内だけで秘めといていただけると嬉しい願いですね。はい、続いてのお願い、続いてはですね、こちらです。ででん、健康診断1週間前になったら本気出すというね、お願い事しろって言ってるのに、なんかここで本気宣言をしてる人もいましたけどね。ちなみにね、ここで私、一つね、みんなが心配する一言言わせていただきますと、人生で一度もまだ健康診断に行ったことがない。私のお願い事は健康診断に行かずに余命を遂げるですけども、さすがにそれはよろしくないと思うので、そろそろ健康診断に行かなきゃいけないなと思っております。てか、健康診断って何ですか？病院はしょっちゅう行ってるんですけど、あれは健康診断ですか？なんか注射とかはしますけど、あれは健康診断ですか？血液検査してくれ。血液検査とかは知ってるよ。身長とか体重とかも測ってるけど。握力とかシャトルランとかするやつ。大人になってもそれするの？どこでやんのそれ。シャトルランとかもやんの？それは体力だよね。そんなわけないよ。騙すのやめてもらっていいですか？やるわけないじゃないですか、シャトルラン。ちょっと本気にしちゃったじゃないですか、怖っ。本当にひどいね、それ。うわ、ちょっと今一瞬信じちゃったじゃん。握力検査はするのか。握力検査は確かにするかもしれないね。バリウム飲むやつ？いいカメラね。いいカメラは大丈夫です。続いてはですね、こちらです。ちょっと怖いお願い事見つけてしまいました。俺とタマコが入れ替わりますように。誰ですか？願ってんの。名前書いてありますけど。入れ替わって何をする気なんですか？このお願い事は叶えさせませんよ。私になって何されるんだろう。みんな私になって何がしたいの？なんかもうみんなが思ってるとは限りませんけど。もし、じゃあ起きて音玉タマコになってたら、何する？一番最初、おっぱい揉むとかなしね。おっぱい揉む以外で。いや、もう体触る系以外で。小丸に会いたい。うわ、下心ちゃん。絶対変わってあげねえ。女風呂行く。うわ、最低。連絡先の確認。うわ、メンヘラじゃん。エトラさんとこい。下心2じゃん。じゃあ男風呂行くけどやめて。ごめん、嘘。女風呂行って。風呂行くなよ。家の風呂入れよ。わざわざ温泉行くなよ。収録してみたい。あ、いいね。あ、いい。そういうの。いいね。収録すればメンバーに会えるな。ねえ、下心。コメントキモすぎてチャンネル登録しました。逆に？ありがとう、みんなコメントキモくて。もう、君たちのキモさでチャンネル登録してくれた人間がいます。ありがとうございます。お前たちそのキモさ、誇っていってください。20時に面接行く。もう最悪、ほんとに。他企業に面接に行かれ、絶対に入れ替わりません、あなたとは。どうすんの？あなたがすっごく面白くて、あなたがすごい才能を持ってる人間で受かっちゃったら、入ってから怒られるよ。なんか別人ですねって言われちゃうよ。街に出て男にどんな目で見られるか確認したい。どういうこと？なんかミニスカとかわざとに履いて、みたいな。胸の出る服とか、露出度の高い服着てどんな風に見られるかみたいな確認をしたいの？まあでもこういうのを聞いたら、まあ俺とタマコ入れ替わりますようにっていうの。そしたら、その間私は君たちになれるってことか。なるほどね。私はじゃあ君に入れ替わったら、君のスマホでタマちゃんに、じゃあ10割スパチャ送るわ。
日自分に戻ってるから、エスパチャありがとうって言ってるからお前たちがな、そんな下心満載のことをするんだったら私だってそうするよ。口座すっからかんにしてやる。もう全財産引き落として叙々苑に行ってやる。そして8割スパチャ投げて2割で叙々苑に行ってやる。もしくは君たちが一番部屋に大事そうに飾ってあるグッズ売る最低。いやでもまあそれは冗談として、実際に入れ替わったらどうするんだろうな。一回抜くかもな。ちょっとどんな感じか経験してみたくてお前らと変わんねえや考え方。うん、変わんねえや、やめよ何がとは言ってないだろ。いや私のはダメだけど、いや君たちのいいでしょ。それビデオに収めといてあげるから後で使って。あ、やだ、あ困っちゃうよね。あ、そう、あごめんなさいね。そうですよね。あ、自分の見るのきつい。あ、そっかつまりこれ私の中、タワちゃんが今座っちゃう。あ、ごめん、出ちゃった、あなたの中の私清楚。これは後で破いとくね。視聴者さん、メンバーがみんな幸せに過ごせますように、あとバズりたいたまこ。最後の本音ねえひどい。最初が本音で最後がおまけあとかねえ、なんかさ最近さ、なんか冗談であのボーナスは8割よこせって言ってたから、本当に癒やしい人みたいになってない、君たちの中で音玉玉子という人間が。あのびっくりはてなで驚くのやめてもらっていい。全員いけば言い方悪い。ほんでなんとは何割。いやいやいや、無理なくだって、無理なくでいいよって思ってるよ。バズらせるのは俺ら千人の役目を任せろ。トーチかっこいい。ふなんか私自分の中では清楚な印象あったんだけど、みんなにそういう風に思われてないのは心外だな。私清楚だと思ってるんだけども。清楚だと思うよ君たち。あ、清楚バチピュア丸。あ、ピュアね。やっぱピュアではないよ。清楚の意味分かってる。分かってるよ。清潔でなんかいい感じな人ってことでしょ。清楚だよ。無知。あ、無知で、君たちの思う清楚って何なわけ。お花の匂いがするとか。まず青ゲート清楚に関連できないよ。ああ、むずそれ、そこか、そこから始まるのか。そう、青霧の中ではね、確かに。音玉玉子のチャンネル登録